第三分隊は怪我人を連れて後方に下がれ。第五分隊は第三分隊の援護だ。敵を近づけるな。おい、はい、第七章死闘の海岸線。緊急報告。維持の方角、金閣と銀閣の攻撃により第六分隊が全滅の危機です。金閣と銀閣、あの滞在人も生き返ってるってのか。あの二人は波の忍びじゃ相手できない。第六分隊は下がらせろ。あの二人は俺たち第一分隊が相手をする。はっ、行くぞ。金閣と銀閣の進行を止める。奴らの元に急ぐぞ。はい。ダルイ隊長、そいつは暁のカクズです。かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。貴様と呼ぶことは、戦闘経験に差があるぞ。お前は今日、ここで命を落とすことになる。傷をつけようが、俺は倒れん。Thank you.
告。金銀兄弟の攻撃により負傷者多数。このままでは。くそ、間に合ってくれ。お前の強さは認めてやろう。だがここまでだ。くそ、こっちは急いでるってのに。しかし随分と異様な風貌をしてやがる。ああやって一気に距離を詰めて叩くしかないか。あんたはここで終わりだ。だが思ったより時間を食った。次はあいつらを止めねえと。ダルイ隊長、本部から連絡です。琥珀の城兵が送られるようです。琥珀の城兵。そうか、助かった。これであいつらを封じることができる。このままでは。くそ、間に合ってくれ。たたけ。クリア。第6分隊に合流成功です。このまま撤退させます。よし、あとは金閣銀閣の相手だ。やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。なんだお前、低俗な忍びごときが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。すぐに黙らせてやる。やるぞ銀閣。おうよ金閣。魔性星だ。風の魔界今の忍びの力だ。よし、戦ったところで弱者は弱者、その差は埋まらねえよ。ここまで抵抗するとはな。
こんな三下堂野郎が。ダルイ隊長、よし、あんたたちの悪行もこれでおしまいだ。金閣、銀閣、なんだ。しまっ、持っている者の呼びかけに応えるだけでターゲットの声を録音し封印する。かつてあんたたちが持ってた最強人具だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。雲に二つの光ありと歌われたこの俺たちがこんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ、金と銀のメッキ剥がすことになっちまってすみませんね。よし、金閣銀閣は封じた。大事部隊、ここから巻き返すぞ。うわどうした。海岸線にあった大きなチャクラが2つ消えた。本当か。現地からの連絡が入った。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印、海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マブイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする。すでに海岸線に羊殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだ。ええ、この機を逃す手はありませんからね。